疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今日は急遽発表があって、はい、X の方で痛風先生もツイートされてたんですけれども、ちょっと先日ですね、キングマンさんがお亡くなりになられたということで、ちょっと僕らもめちゃくちゃびっくりしてるんですけど、しかし人からの連絡によると、あの事実とのことで、痛風先生ももうツイートされてたので、ちょっと僕らもねコメントがすごい来てたので、ちょっとさすがに発表しないっていうわけにはいかないかなということで、ちょっと今回動画を撮っております。ね、最後の撮影が3ヶ月前とか、そうですね、そうですね、うん、すごい最近なんで、最後お会いした時は全然体調も、いや、そうですね、元気そうで、全然そんな片鱗も見られなかったというか、悲しいですね。そうですね、そう、うちのチャンネル出てもらってすごい勢いもつきましたし、全部で言ったら5、6回撮らせてもらってて、うん、本当にお世話になってたんで、本当に残念ですね。緊急入院されたっていうのは、あの彼氏さんのツイートとかっていうのを見てたんですけども、確かに視聴者さんからもめちゃめちゃ人気あって、うん、いや、そうですね、まあ、実際にやったら次キングマンいつなんですかとか、うん、もうめちゃめちゃ人気でみんな待ってたんで、うん、そんなに悲しいの一言ですね。入り口そこからの人、いや、多い多い、よく言われてたから、キングマンさんきっかけで見てくださった方多いですし、うん、まあそもそもやっぱり関西でね、ああいうキャラクターでやられてる情の方っていなかったんで、もう本当に唯一無二な存在がいなくなってしまったなっていうのはすごい残念かなと思ってます。なんか最近ネットのスターがいっぱいなくなってるのが僕は悲しいですね。めっちゃ多い、そう、10年ぐらい、ほんまに。で、なんかまあ前撮影した時もね、次いつ関西来てくれるのみたいな感じで聞いてくれてたんで、まさかこんなことになるとはっていう感じで。キングさんもね、最初の頃は僕らが話しかけてもこうね、うん、うんとか、うんうんうん、もう何も喋ってくれない感じだったじゃないですか、うんうん、でも僕らがこう撮影したりとかするようになって、かなりこうね、なんかこういっぱい喋ってくれるようになって、うん、キングマンさんどう思ってるかは分かんないですけど、うん、楽しそうな感じではいたんかなと個人的に思うというか、うんうん、まあ、以前よりも、ね、自体が、うん、あの全力マーキーほぼ全部動画見てくれてるとは言ってたん で、うん、であと痛風先生のツイートにもありましたけど、やっぱ人気者になりたいっていう意識はよくあったみたいなんで、まあ TikTok も頑張ってありましたしね、お互いにとってね、良、ね、かったんですけど、なんでまあちょっと今後なんですけど、あのもちろんキングマンさんもう亡くなられたんで、今後、うちの全力満期の動画に出ることはもちろんないですし、うん、もう話題として上げることもちょっと僕ら控えようかなと思ってるので、視聴者さんはそこに関してはちょっとご理解いただきたいなと思っております、うん、ちょっとそれはさすがに僕らもエンタメには消化できない問題だと思うんで、ちょっと残念ですけど、皆さんもそういう感じで、ご理解いただけたらなと思います、うん、暗くなりましたけど、次の動画からはもう平常運転でやっていきたいなと思いますんで、はい、一旦ちょっとご報告までという感じでございます。じゃあまた次回の動画からお楽しみください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、キングマンさん、最高でした。